チーム戦、はい、テルマンチャンネル始めていきたいと思います。6月8日水曜日、はい、TikTok のね、撫で方動画の方が、なんとですね、340万再生いきました。はい、まあ、これがね、どんな数字かっていう、まあ、特にあの自慢話ではないんですけれども、まあ、一つの基準として、まあ、たまたまちょっとスクロールしてたら出てきた手越祐也さん、元ニュースのね、手越祐也さんがどれぐらいの数字なのかって言いますと、一番マックスが410万再生で、手越さんが100万再生超えてるのが 4.1M、2.2M、1.6M、1.5M、1.2M、1.1M、1,2,3,4,5,6本で、かたやね、私、3.4M、M っていうのはミリオンね、340万、270万、130万の3本、ミリオン、100万再生超えがありますということで、手越祐也さんの、半分、1,2,3,4,5、半分ミリオンありますという感じで、まあ、ありがたいことにね、まあ、たまたま、TikTok の世界にね、足を突っ込んで、撫で方が数字持ってるぞというのに気づき、撫で方動画ね、一本でやっていこうとね、今やっておるわけなんですけれども、たまたまね、この間ね、私と似たようなね、ジャンル、で頑張っていらっしゃるね、アカウント TikToker の方を見つけたので、まあ、ちょっとね、紹介したいと思うんですけれども、まあ、城之内さんっていう方で、すごいですね。いいねの数が800万いいねもらってて、アカウントも、フォロワーが30万フォロワーいて、この方の特徴としては、顎がですね、お笑い芸人のアインシュタインの稲田さんみたいな、顎が長い、感じのね、方で、もうそのね、顎一本で、やってらっしゃるようなね、方なんですけれども、あ、これはね、肩や撫で方、肩や顎ね、なんかね、シンパシーを感じましてね、ちょっとぐーっとね、参考にさせていただいたんですけどね。で、 YouTube の方もね、されてて、 YouTube の方も、1000人登録超えてましてね、すごいなという感じですよね。よくあるのが、TikTok では何百万とかね、バズり倒してても、YouTube の方に紐付けしてて、で、 YouTube の方を見ると全然だったりね、するわけなんですよね。なんで、はい、この城之内さんがすごい、6万4千人、YouTube の方でもですね、城之内チャンネル世界一顎の長い YouTuber っていうね、チャンネルでやられてるんですけど、すごいですよね。両方バズってるのはね、なかなかいないので、すごいなと思いました。はい、まあ、というわけでね、今日も、今日ですね、お弁当売ってたらですね、娘さんが、TikTok ね、私の TikTok を見てくださってるってね、おっしゃってました、お母さんがね、一元のお母さんが、お弁当をね、買いに来てくださってですね、うわー嬉しいなと思ってですね、だいぶ認知がね、だいぶ進んでるんだなと思ってですね、ちょっとね、嬉しくなりましたね。で、まあ当初のね、あの目的の通り、まあ今年いっぱいか、まあ来年のね、初めで、今のね、アルバイトの女の子が、卒業ね、大学4回生なんで卒業しちゃうので、後継者の子をね、TikTok の流れでなんとかね、採用できないかなと思ってですね、今頑張ってやってるわけなんですけれども、まあ、TikTok は、まあ、反則活動というよりは、まあ、採用活動を、メインにね、そっちの方を重きに置いて今やってるわけなんですけどね。で、まあ、若年層に認知度を、広げるという感じですよね。まあ、あとは、10年後、15年後、10年後ぐらいか、
に、まあ大人になってね、トリマンに来てくれたらいいなぐらいな感じでね、まあ覚えててくださってて、フラッとね、あの TikTok のなで方の、店長の、ね、店だみたいな感じでね、来ていただいたら嬉しいなという感じでね、今若年層の、掘り起こしを今してるわけなんですよね。まあこれ、休みの時にですね、まあ今年の下関の出生数がですね1400人というのを聞いて、あ、これは本当に、ガチにね、若年層への認知をね広めていかないと、そこの層をね、掘り起こしておかないと本当に、まあ、10年20年後って言わずにね、本当に5年10年後にね、あ、もう終わってしまうなっていうね、危機感をね感じましたので、より一層ね TikTok の方に力を入れようかなと思っておりますという感じですね。はい。でまあ今日ね、あの前半夜暇だったんでね、まあ一つネタをね、考えてたネタがあって、まあ、それをやろうかなと思ったんですけど、まあ今日ねいつも撮影してくれるねバイトのつっちゃんがお休みの日だったんですけれども、残りのね、他のお二人ね、お姉さんスタッフさん、お二人とチーム戦でね、なで方動画を撮りまして、最高のね出来があったんですけれどね、これがねまさかの、一番いいかなと思ってた方が、まあ、曲をちょっとね最初選び間違えて、なんかいまいちな感じだったんで作り直したんですけれどもね、でボツの方にした下書きの方の、方も一応上げとくかと思ってですね、下書きみたいな感じでね上げてたんですけども、そちらの方は2万5千ぐらい回ってて、で作り直した方はね今が7500ぐらいで、まあ、伸び率を見ると、まあ、1万は超えるだろうけれども、これは100万いったぐらいのねもう手応えを撮影を終えた時はね、これは100万ミリオンなんやったら、ね自己最高回るよというぐらいのね、会心の出来だったんですけどね、まあ、なかなかねいかないですけど、まあまあスマッシュヒット、まあ、1万ぐらいは、まあ、1万回ったらバズったっていう感じなんで、まあ1万ね、は回るでしょうという感じでね、まあ良かったかなという感じです。まあ、こんな感じでね、ちょこちょこなんか、ネタをね企画を考えながら、まあ、暇な時間を、見つけてですね、撮っていきたいなと思っております。でまあ、いつもねあの7時から、まあ、11時ぐらいの、まあ、TikTok が、ね、バズりやすい時間帯に、アップしてるんで、別に遊んでるわけじゃないんですよという感じなんですけどね、まあ、一応真面目にねやってますので、まあ、店のね、まあ、料理等には関係ないけれども、まずは認知を取らないとね何事も始まらないので発信力をね得られませんので、まあそのね、認知を取るために今、やっておりますよという感じですね。はい。でまあちょっとねショックやったのが、今までねハッシュタグ、まあ、なで方業界のね、なで方界のレジェンド、嵐のね桜井くん、ジャニーズ WEST のね、浜田くん、のハッシュタグをつけて両方ね、トップ画面に出てたんですけれども、TikTok の仕様が変わって再生数が、回ってるのが一番上に来るんじゃなくて、なんかアラカルトになんかランダムになんか表示されるようになってて、おいって感じですね。それはやめてくれよと、せっかくね、ハッシュタグ桜井翔のトップをね、いつかは撮れるね動画を作りたいなと思って、目標としてね頑張ってきてたんですけれどもね、ランダムになっちゃうと面白みがなくなっちゃうなという感じでね、なんかね TikTok はなんか解約なね、アップデが多いなっていう、感じがしますね。足跡を残す機能もいらないし、なんかいろいろちょっとね解約が多いなっていう感じですね。ちょっとユーザーが離れていっちゃうんじゃないかなっていうようなね、気がせんでもないですけれども、今のところまだ若い子にはね、評価されてるというかね、まあインスタ、TikTok が、まあ、メインでや、ね、見たり
やったりしてる子が多いので、まあ、やっぱ TikTok はね外せないなという感じで、なんとかね、もう一バズりしたいなと思っておりますと。目標ね、今手越裕也くんが、ミリオン動画を6本作ってますので、あと3本作ったらね、超一流芸能人に並びますので、まあ、それをやっていきたいなと思いますね。結構ね、あの名の知れた芸人さんとか有名人の方でもミリオン動画がなかったりするね、人が結構いますので、まあ、ミリオンねどれだけ作るのが大変かっていうのがね、まあ、よくわかると思いますけれども、ありがたいことにね3本作れてるのにね本当、ラッキーというかね、まあ、本当になで方でよかったなと思うわけですよね。はい、なーのね特徴もない普通の人よりはね、撫で方で、まあねいろいろある方が、まあ、ネタにはしやすいですからね、撫で方にね産んでくれた両親にね感謝したいと思いますという感じですね。もうねここ先週ぐらいからかな、ちょっとねコーン詰めてポン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 とね、何本か6、7、8、8本8本ぐらいかな、ネタ撫で方に特化したね動画をポンと上げてますので、で再生数もね安定して、10万再生が2本ぐらい出てましたのでね、あと、1万再生も、結構出てますので、まあこれをやっていけば、まあね、嵐の桜井くん、ジャニーズねウエストの浜田くん、あとはミセスねグリーンアップルさんね、撫で方ブームでいいでしょっていうね、ミセスグリーンアップルさんにもね、ちょっと 届きたいな、認知されたいなと思っておりますので、ちょっとね、個人的に撫で方ブームをね起こしていきたいと思いますので、皆様ね、フォロー TikTok ねされている方はフォロー、いいね、コメントね、よろしくお願いします。まあね、なんちゅうんですかね、まあ、ユーザーの評価もあるんですけれども、まあ TikTok の AI さんにねどれだけ評価されるかって、それが、ね、バズるミソなので、まあ、そこね、まあ、コメント数とねいいね数ですよね、まあ、これ一番大事なんで、いいねとコメントがね、わーっとコメント、特にコメントがわーっと増えてるとバズりやすいので、コメントね、いっぱい、書いていただいたらね嬉しいです。はい、でそんな感じでね今日は、まあ、前半はね、スタッフ一同、真剣にねあの TikTok 動画をね、作っておりまして、中盤からね、2次会かな2次会3次会の団体さんがね、ご来店くださって、でもあんまね、食べてきた後だったからあんまりかなと思ったら、意外とね、飲み食いしてくださってですね、後半伸びて、昼夜合わせて終わってみたら、なんぼかな昼夜合わせて、白星ぐらいかなで、終了という感じですね。はい、で今日ね、カウンターにね、ご来店くださった、方が、YouTube 見てるようなねお話をされてくださってたのでね、わ意外な方が見てくださってるんだなっていうのはね、この意外なっていうのはね結構ね、まあ、こちら一方的に発信してるだけなんで、わかんないですけどね、まあその見てる方っていうのはね、まあ、こちらのことを分かってくださったり、してるわけなんでね、本当にありがたいことだなと思いました。はい、というわけでね、まだまだね暇な日が、6月ね、続きますけれども、でまあ6月っていうかね、まあ、ゴールデンウィーク明けからずっとまああんまりよろしくないんでね、まあ、この流れが一時続くと思いますので、まあなんとかね、まあ踏ん張りながら踏みとどまりながら、まあ暇な時間はまあそうやってね TikTok 等の、企画ね動画を作って、まあ、認知度をね今のうちに暇な時にね認知度を上げとって、で、忙しくなった時にねプラスアルファでわーっと構成がかけれるようなね、下地をね、作る時間にしたいと思っております。はい、はい、そんな感じですね。
でチャンネル登録の方がですね、342人になっておりましたのでね、ありがとうございました。ショートね、YouTube ショートを上げ出してね、チャンネル登録数もね、ちょこちょこ増えてきておりますので、まあそのね、TikTok の、まあなんちゅうかな、副産物というかね、な感じでね、YouTube の方も、まあ直接ね、TikTok と一応 YouTube 紐付けしてるけど、そこから流れてくるっていうパターンはまあほぼ皆無なんですけれども。まあ、TikTok で上げたねショート動画を、YouTube ショーツの方に上げて、まあ、そっちの方がね結構何千回数とか、この間上げたのが3万回ってたりとか1万7000回ってたりとかね、今まで回ってなかったようなね回数回ってるので、久しぶりですよね。原作の動画が 4.3 万とかね、3万とか回ってたのが一番マックスだったので、ね、久しぶりに万超えのね、動画が作れてね、よかったなと思いました。はい、というわけでね、まあ暇な日が続きますけど、まあ、まあまあ、まあこういうのにね備えて、過去動画でも言ってましたけど、まあ、コロナもねあと5年ぐらいはね見とかないかんなとね思ってましたので、もうコロナはあんまり関係ないかもしれんけれどもね、普通の、世界恐慌が来そうなので、まあまあまあ、その5年っていうのは見通し的にはまあ5年ぐらいは耐えれるね体制を作っとかにいけんなっていうのはね、まあまあ悪い読みではなかったなと思いますので、まあその準備はねもうしましたので、まあ耐えながらね、あとまあ耐えつつ、まあまあ生きるだけならなんとかねできそうなので、まあその間にね暇な時間見つけてできることをやっていきたいと思います。はい、終わります。